どうもご紹介ありがとうございます。おはようございます。いつも日本に戻ることを楽しみにしております。日本においては、技術およびデザインに対する情熱というのは、他では類を見ないものがあります。そして、常に日本というのは、 モバイルライフスタイルというものを追求するにあたってはリーダー的な存在であったわけです10年以上も前から HTC の方ではスマートフォンおよびモバイル体験というもののパイオニアとしてやってきたわけですそして今スマートフォンというのは本当に主流のものになったわけですそのために私どもはワクワク,ワクしているわけです えますます人々はスマートフォンに頼ってえそして人生の特別な瞬間というものを体験したり捉えたり共有したりするために利用されているわけですだからこそ私どもは HTC においては最も素晴らしい携帯電話というものを提供するように情熱を燃やしているわけです我々の 携帯電話というのは最も身近でかつ個人的なデバイスになってきているわけですそのため美しいデザインがあるということが非常に重要になってまいりました 今年 HTC の方では我々のやっているすべてに対して新たなるフォーカスおよびエネルギーというものを注いでおりますそして本当の意味でのヒーロープロダクトおよびエクスペリエンスというものをデザインするにあたってエネルギーを投入しておりぜひ業界というものを前進させたいと考えております 人々はデザインということを考えた際にはハードウェアのことを考えがちです確かにそれも非常に重要ではあります実際に美しいハードウェアを作るというのはまさに HTC の中核の要素であるわけですしかし本来あるべき機能を 持つよううにものづくりをするというのもデザインの役割ですデザインというのは HTC の中核にありそして我々の DNA でもあるわけですそのためユーザーは考え込まなくてもいいように物事を徹底的に考えなければなりませんこのようなデザインに対する情熱により,により テクノロジー業界だけではなくいろいろなところからインスピレーションを受けております例えばファッション業界とか文化とか美しいものとかいろいろな色とか素材そして自動車産業などからもインスピレーションを受けているわけですそしてもちろん非常にユニークな文化を持った日本および非常に 優れたスタイル感覚というものを持っているわけでありますので確かに日本も私どもにインスピレーションを与えてくれているわけですそのためぜひとも私どもはスマートフォンの中で日本的なスタイル感覚というものを捉えたかったわけですそして我々は日本に対して携帯,携帯電話を提供するにあたって最先端技術と美しいデザインの組み合わせというものを目指したわけです そしてこの素晴らしいデバイスというものを紹介する前に非常に重要な方を紹介させてください。最先端のデバイスというものは最先端のネットワークというものを必要としているわけでありそれによって初めて最高の体験というものを提供することができるわけです。